どこに向かう？護衛は任せてくれ。隅々。森の中は上からも下からも何が出るか。これなら楽勝だね。私なら弱点はつけそうです。援護させてください。ラミゼル、息を合わせろ。敵を燃やし尽くせ。これでなら、ま、こんなもんかしら。よいしょ。うん、これでいいのか。ソフィー、後に続くぞ。終わりだ。当たると後悔するぜ。くっ、これを止められるか。俺様に勝てるわけねえだろ。てや、あらら、かわいいとこできた。私なら弱点はつけそうです。援護させてください。ラミゼル、息を合わせろ。逃がさないわよ。ほらほら、終わりだ。縦に突っ込む。逃がしゃしねえよ。なさね。手加減したつもりなんだがな。てや、武器や道具を作ったり直したりするから、ね、どこに行っても鉱石は需要あるんだよね。えい、これこれ。錬金術に使うのはもったいないわね。みんなで食べちゃおうかしら。ふっ、おりゃー、それー、袋の中いっぱいに気体を入れるよ。蜂の巣は素材として優秀です。ありがたくいただきましょう。ザクッと。死体ってのは目に見えねえから、取れてんのかどうかわかんなくねえか。ザクッと。砂が売れるなら砂漠の近くに住めば。で、そんなもんからねえのに。ほいっと。虫にはかわいそうですが、錬金術の材料になってもらいます。ほいっと、ほいっと、ほいっと。ギャー、てやんって叫べないのよね。錬金術師にとって虫って素材の一つだし。これをここにっと。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。
いい素材が手に入りました。てやん。後に続くぞ。私にやらせて。飛んでけ。これで終わりだ。やれやれ、まだ私は強くなれるということか。これって素材だよな。てやん。どこに行くんだ。これこれ。絡まるよりも細くて切れてしまいそうだ。慎重に採取せねばな。向かいます。どこに行くんだ。虫は栄養価が高いと聞いたことがあるが、今は無理に食べる必要はないな。これこれ。申し訳ありませんが、これこれ錬金術のためです。ごめんなさい。ほいっと。バサー、捕まえた。虫って小さくて速いから。ねえねえ、捕まえるの大変なんだよね。どこに向かいますか。ほら、私なら弱点をつくぞ。ピー、一緒に行きましょう。いけー。どうだ。倒れなさい。くっなさい。脅威ではなかったですね。えっ、だよ、雑魚じゃねえかが弱点か。私が行く。ラミゼル、息を合わせろ。さあ、絶賛。終わりだ。さあ、やれやれ。まだまだ強くなるよ。力がみなぎってきた。
ためなら任せて。子供の頃よくやってたんだよね。えい。どこに行くんだ？出発ですね。ねえねえ、どこ行く？どこ行く？さあ、のんびり。ソフィー、飛び込まないでくださいね。風邪をひいてしまいますから。ラミゼル、息を合わせろ。逃がさないわよ。ほらほら、終わりだ。見えた。アポリアス、行くわよ。こいつも食らいな。食らい。これは熱いわ。これでどう？こんなもんかしら。少し強くなれた気がします。良し悪しがありますから、いい砂を選んで採取しましょう。と、と、これこれ。お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。てやっ。なんだよ、雑魚じゃねえか。いつも食らいな。食らえ。合わせます。逃がさないわよ。すぐ容赦なしで勝つ。守ってみせる。見えた。アピーボルト、援護は任せて。終わりだ。逃がさないわよ。すぐ、ま、こんなもんかしら。さっさと行こう。どこに向かう？護衛は任せてくれ。よし。よいしょ。これ食ったことあるような。いや、似てるだけか。オーラの弱点が分かりました。ソフィー、一緒に行きましょう。行け。これで、そこです。はっ。さあ、ほらほら。当たると後悔する。くらい。あそこが弱点か。逃がすまで終わりです。オーラが壊れそうだよ。ラミゼル、息を合わせろ。逃がさないわよ。すぐ覚悟はできたか。さあ、
援護は任せて。覚悟はできたか。さあ逃がさないわよ。すぐ私に任せて。俺様に勝てるわけねえだろ。どれを使おう。誰に使う。え、強そうな敵だね。注意しよう。あそこが弱点だ。ソフィー、後に続くぞ。任せろ、ソフィー。攻撃。どうだ。一歩くらいだ。くらい。そうだ。出血大サービス。行かないよ。これを使うんだ。背中は任せてください。一歩くらいだ。出さぬ。外しません。やります。よし、これで大丈夫だよ。リーボルト、連携でいくぜ。覚悟はできたか。さあちょっと寒いぜ。くらえ。くっ、ならよ。準備の賜物ですね。いくよ。寒いぜ。くらえ。後ろに隠れて。なんかやばいかも。強い攻撃してくるよ。大丈夫。
丈夫？守ってみせる。逃がさしねえよ。くらえ。回復してあげる。こいつは冷える。これでどうだ。ディーボルト、援護します。こっちだ。外しません。やります。いざ。いざ。回復してあげる。後ろは任せてください。いつもくらいだ。気がさる。攻撃。どうだ。そこです。やります。背中は任せろ、ソフィー。攻撃。ちょっと寒いぜ。くらえ。来たぞ来たぞ。こっちが気持ちいいんだよね。てやん。てやん。液体ってのは厄介だよな。重いしこぼれるし頭痛くなるぜ。おお、これ効くのよね。作るのはあれだけど。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。よーし、はい、パジ。どこに行こうかな。出発ですね。どの依頼を受けようかな。うん、これならすぐに報告できるね。うん、これならすぐに報告できるね。うん、これならすぐに報告できるね。あ、ちょうど持ってるかも。よし、これならすぐ報告できそう。これあら、欲張りすぎよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。これなソフィーちゃん。どこに行くの？さあ、のんびり。ほら、さっさと行こう。ったく、水しぶきが飛んできやがる。水も滴るよ。あらら、かわいいのが出てきたわね。ソフィー、後に続くぞ。行け。どうだ。覚悟はできたか。弱点を作っちゃうかも。一緒に行動しない？ゴリアスを盾に突っ込む。逃がさしねえよ。逃がさね。手加減したつもりなんだがね。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。
けど、落としても割れたり壊れたりしないのが救いね。この素材、どんなものか聞かれると説明に困るんですよね。よいしょ。魚か。昔はよく釣りに行ったのだ。てやっ。えい。木の実は私も非常食として持ち歩いている。この実はどう使うのだろうか。お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。宝石は何かとよく使う素材です。絶対に持って帰りましょう。武器や道具を作ったり直したりするから、どこに行っても宝石は需要あるんだよね。さあ、とっておき。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。休憩の時に食べちゃわない？せっかく取れたての新鮮な食材なんだし。てやっ！いい素材が手に入りました。久しぶりに錬金術やりたくなってきたわ。久しぶりではなく、毎日やるものなんです。継続は力という素晴らしい言葉があって。それじゃ申し訳ないけど調合もお願いするわね。はい、任せてください。ちょっと人の話を聞いてください。どれにしようかな。どの道具にしましょうか。何を作っちゃおう。感じ。
これくらいにしとこうかな。すごいのできちゃうかも。これはここ。特性はどれにせこんな感じで一気に仕上げるよ。これで完成。まだまだ上手くなるよ。何を作っちゃおう。どれを入れよう。まずはあれから。いや、それとも、うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。すごいのできちゃうかも。うん、いい感じ。力を貸そう。おお、なるほど。これはここ、これはここ。とりあえず入れてみる。すごいのできちゃうかも。これで一気に仕上げるよ。これで完成。どれにしようかな。材料はっと、まずはあれから。いや、それとも、悪くないかも。すごいのできちゃうかも。これはここ、すごいのできちゃうかも。力を貸そう。ありですね。そうなるんだ。ここにしよう。これはここ、どれにする。これでいい。パパッと仕上げちゃおう。できた。いいんじゃない。これラビゼルさん、完成したよ。お疲れ様ソフィー。これでエルのところに行けるわけね。うん、これを使って隠れてる入り口をこじ開ければエルビーラ様のところに行けるはずだよ。理論上ではですけどね。正直試してみるまでは何とも言えません。そういうことなら早く試しに行きましょう。お勉強の時間ね。あら、いいじゃないいい力だわ。はいはい、あたしあたし。さらなる高みへ。どこに行こうかな。うん、出発。いや、本当に助かったよ。ありがとう、ありがとう。喜んでもらえたなら光栄だ。
ディーボルトさん。お、知り合いかね。ああ、錬金術師をやっているソフィーだ。こんにちは。用心棒のお仕事だったんですか？ああ、今戻ってきたところだ。しかし、本当に追加報酬を渡さなくていいのかい？あんな魔物と戦うことになってしまい、申し訳ないよ。気にしなくていい。あの程度の魔物、どうということはないからな。さすがは騎士様だ。次もまた、あんたを頼らせてもらうよ、ディボルトさん。え？元なのだがな。さてと、私も行くとしよう。あのディーボルトさん、騎士様って言われてたけど本当なんですか？そういう過去もあった。ただそれだけの話だ。強いのかな。おお、なんかいい儲け話ないかな。アレットちゃんって本当にお金が好きなんだね。もちろん、私がこの世界に来たのはお金持ちになるって夢のおかげだからね。お金持ち？なんていうか、すごく直接的だね。っていうか、お金持ちになりたいって夢なら元の世界でも十分叶えられそうなんだけど。そうなんだけど、私の場合はそのあんまし時間がないんだよね。時間ってどういうこと？まあなんていうかさ、実家が商売に失敗しちゃったんだよね。借金が積もりに積もってて、あと1ヶ月で利息だけでも返さないとお店を取られちゃうことになってるんだ。そうだったんだ。でもそんなにすごい額なの？もろもろ計算すると、1000万ゴールくらいかな。は、はい、1000万だよ、1000万。ま、先祖代々続いてるでっかい店だからね。借金だってそれくらいになっちゃうんだよ。どうするの、アレットちゃん。1000万なんて絶対返せないよ。いや、その借金の方はもう大丈夫だよ。こっちでその分は十分稼いだからね。とは言っても、ホールって形じゃなくて、それだけの価値がある品を集めてって意味だけど。そんなに価値のあるものがあったんだ。そこはほら、調達屋らしくあっちこっち探しに行って、地道に探して探して探しまくったんだよ。いろんな時代の人の夢で作られた世界だから、たまーにすっごい価値のものが見つかるし、それこそ過去から来た人の持ってるものを売ってもらったりしたからね。エルデビーゲにいる間は売れないけど、元の世界に帰れば1000万なんて余裕だよ。そうだったんだ。だからアレットちゃん、お金に必死だったんだね。まあ商売人の家に生まれた娘だからね。もともとお金が好きってのもあるんだけど、1000万で借金を返せたとしても、それだけじゃ店を立て直すことまではできないからね。だからまだまだこっちでお金を稼いで超大金持ちになって帰るつもりなんだ。1000万コール稼ぐだけでもすごいのに、それで満足しないでまだまだ頑張るなんて、すごいよアレットちゃんは。尊敬するよ。ならソフィーさんも今からお金貯めておいた方がいいよ。
仕上げちゃおう。いらっしゃい。何を買うの？決まりかな。毎度どうも。毎度どうも。決まり。毎度どうも。毎度どうも。毎度どうも。また来てね。どれが欲しい？これでいい。ありがとうよ。これでありがとうよ。これでありがとうよ。これでありがとうよ。おう、またな。よし、これなら。こんにちは。どれにしま…これでありがとうござ…これありがとうござ…これありがとうござ…また来てくだ…へへ、どこに行くんだ？頑張ろう！どこ？どこに向かう？護衛は任せてくれ。出発ですね。よし、行こう。見事なものだ。てや呪霊で言うとどれくらいになるのか。えい。錬金術師の必須能力ですからね。うんうん、よく気づいてくれたよ。クラフタはいい子だね。その言い方、子供扱いされてるみたいで嫌なんですが。それでこの中に入ればエルビーラ様がいる場所に行けるんだよな。ええ、いつものと同じだから間違いないわ。ですが、どうして今回に限ってなぜ入れなかったのかは私たちにも分かりません。何が起きてるか分からない以上、準備はしっかりとしておいた方がいいでしょう。分かった。この先に夢の神様エルビーラがいる。そして私たちが渦に吸い込まれてたどり着いた場所もこの木の前だった。もしあの渦とエルビーラ様が関係してるなら。プラフタ、どうか無事でいて。
ごい、こんな空間があったなんて。ソフィーさん、あれ見て。あそこにいるのってまさか。エル、プラフト。ここに？なんでラミー以外がここにいるの？勝手に入ってこないで！この声、エルデビーデに来る前に確かに聞いたことがあります。私もだよ。じゃあ、あの子がエルビーラ様なの？声が届いていないようだな。ああ、なんか嫌な予感してきたぜ。エル、聞きたいことはたくさんあるけど、話は後よ。まずはそこにいるプラフタさんを話して、ソフィーたちを元の世界に返してあげなさい。ダメよ、そんなの絶対ダメ。プラフタはまだここにいるんだから。あんたたちは今すぐここから出て行って。ダメだよ、そんなの。プラフタは私の家族なんだから。エル、これ以上は冗談じゃ済まされないわ。今すぐプラフタさんをソフィーに。いやー、絶対にダメ。説得は無理そうですね。それならいいよ。説得が無理なら力ずくでも返してもらうから。ダメよソフィー。ダメ、来ないで、来ないでってば。大丈夫ですか？立てますか？うん、平気だよ。エル、あなたなんてこと。寒いぜ。くらえ。オーラが薄い。あそこが弱点だ。ソフィー、後に続くぞ。連続で行くよ。くらって。覚悟はできたか。仕方ないですね。本当に怒ったんだから。まだ戦えるわよね。
そこが弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。気をつけな。こっちに来ないで。ナミゼルさん、手伝うよ。逃がさないわよ。後ろに。みんな眠らせてあげるわ。キャー！攻撃！見えた。あそこが弱点ね。オリアス、行くわよ。当たると後悔する。くらえ！これを使おう。ぐっすり眠りなさい。これを止められるか。続くぜ、ラミゼル。レッドキャン、ほらほら、ダメ。当たると後悔する。くらえ。守ってみせる。これで。ぐっすり眠りなさい。ちょっと。遅い。甘い。そこが弱点ね。援護するわ。くらいなさい。まずい、強いのが来るわ。気をつけた。ほらほらほら。これでどうだ。されないよ。やー、
けに行くぞ。ソフィーさん、後ろを任せて。攻撃、これで。それそれ、さあ、やっ、はっ。これをどうぞ。オーラの弱点は多分あそこね。私に打たせて。アレット、後に続くわ。ばらまくよ。さあ、ずっと打たない。終わりだ。すぐに使うぞ。復活！もう怒ったぞ。アレットちゃん、私も行くよ。倒れて！さあ！あそこが弱点みてえだな。キーボルト、連携で行くぜ。これを止められるか。ちょっと寒いぜ。まだまだ戦えるわよね。鬼、怒ったんだから。
こいつはありがてえ。大丈夫ですか？ちょっと苦しいです。やります。死ねよ。うわー、無理しすぎだよ。ちょっと下がって休んでて。そこです。やります。あんなよ、食らいなさい。これで大丈夫なはずだ。大丈夫ですか？なんかやばいかも。強い攻撃してくるよ。あんなよ、こっちに来ないで。これ使えるかも。冷える。これでどうだ。回復してあげる。弱点をつくチャンスかも。一緒に行動しない？こうだ。みんなにプレゼント。危ない。ぐっすり眠りなさい。無理はするな。こわっ、風よ。一気に行くぞ。こっちを見なさい。いや、ソフィー、一緒に行きましょう。一緒に行動しない？ディーボルトさん、指示をお願いします。私の動き、突っ込むよ。どうだ。外しません。守ってみせる。ぐっすり眠りなさい。本気で行くわ。大丈夫？一気に行くぞ。そこです。やります。危ない。気をつけろ。どでかい攻撃が来るぞ。これを使おう。どうやらあそこが弱点みたいだな。背中は任せろ、ソフィー。行くよ。どうだ。ちょっと寒いぜ。そこです。こっちを見なさい。
これを使うんだ。後ろに隠れて。ゴニー怒ったんだから。逃がさしねえよ。なさる。弱点か。ラミゼル、息を合わせろ。レッドキャン、ほらほら、それ。私の動き。あそこが弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。突っ込むよ。どうだ、食らいなさい。ちょっと神様の力、甘く見ないで。これをどうぞ。ラミゼル、息を合わせろ。レッドキャン、ほらほら、ダメ。私の動き、オーラが壊れそうだよ。今がチャンス。背中は任せろ、ソフィー。行くよ。どうだ。俺の剣に見せてやるぜ。くらえ。後ろは任せてください。俺の剣に見せてやるぜ。くらえ。あ、私が負けるなんて。俺様に勝てるわけねえだろうが。まだまだ強くなるよ。まだまだ成長するわよ。また強くなっちまったぜ。まだ私は強くなれるということか。少し強くなれた気がします。力がみなぎってきた。嘘、負けちゃった。私、神様なのに。
フィ、どうしたの？プラフタ、目を開けないの。呼んでも全然反応ないし。まさか。どういうことなの？エル、説明しなさい。なんだ？泣いてる？神なのに？エル、泣けば済む問題じゃないわ。分かってるの？だってこんなことになるなんて思わなかったんだもん。どういうことなの？どうしてプラフタはこんなことになっちゃったの？エル、泣いてちゃわからないわ。まずはどういうことか説明して。私、お話ししたかっただけなの。この子、プラフタと、それだけだったの。どうして人形の体に魂が入ってるのか、どうしたらそんなことができるのか、それを聞きたくて。人形の体？うん、今のプラフタは人形の体の中に魂が入っている状態なんだ。だから私はプラフタを人間に戻すために錬金術の修行をしてるの。しかし、どうしてプラフタは目覚めない？まさか我々もこのような事態になる可能性があるということなのか？ならないよ。普通は絶対ならないし、なったことだってないもん。でもプラフタは人形の体だから、人間の体じゃないから、魂の結びつきが弱かったの。だから体と魂がバラバラになって、魂が迷子になっちゃって。どうにかしようとしたんだよ。いろいろ考えて試したりもしたんだよ。でも私、夢の力しか持ってないから。バレないように必死で隠しながらどうしようか悩んでたってわけね。いや、何それ、ただの子供じゃん。そうね、うん、実際そうなのよ。この子は神様で、私たちよりもはるかに長い年月を生きてることは確かなの。けどその間この子はずっと一人ぼっちだった。それに私と出会ってからもずっと他の人とは会おうとしなかったから。他人と関わる経験がなかったせいで、精神面が未だに子供のままということですね。そういうこと。でもだからってエルが今回やったことは許されることじゃないわ。失敗を隠したこと、何の説明もせずにソフィーをこの世界に投げ出したままにしたこと、誰にも相談せず一人でどうにかしようとしたこと、他にもまだまだあるわ。ラミ
ゼルさん、もういいよ。これ以上怒らないであげて。ソフィーさん、いいの？プラフタさんをこんな状態にされちゃったのに。そりゃもちろん思うところはあるけど、本当に事故だったみたいだし、どうにかしようと必死になってくれたのは本当みたいだし、ねえエルビーラ、プラフタのことを助けようとしてくれたんだよね。うん。ならプラフタはまだ助かる可能性があるってことなんだよね。プラフタは魂が迷子なだけなの。その魂はこの世界のどこかをさまよってるはず。これは絶対だよ、間違いないよ。だからその魂を見つけて体の前に持ってくれば、魂は自然と体に戻るはずなの。なら私がプラフタを探してくるよ。この世界のどこかにいるプラフタの魂を私が見つけてここまで連れてくるから。そういうことならば私も協力しましょう。彼女が未来の私である可能性があるならば、私としてもこのまま放ってはおけませんし。それにいろいろ聞いてみたいこともありますからね。私も手伝うよ。プラフタさん、このままにはしておけないもん。ああ、家族ってのは一緒にいなきゃだもんな。俺様も手伝うぜ。二人を再会させると約束した。共にプラフタの魂を探そう。みんな、この世界は魔物もいるしね。人手は大いに越したことはないわ。おいおい、ラミゼルも来るつもりなのか？お前は町のこととか依頼とかいろいろやることはあるだろう。バカね、そんなのは全部後回しよ。何よりも人命第一は当然のことでしょ。でも今日のところは一度帰って体を休めた方がいいわね。そうですね。それに手がかりがない状態で動くのも無謀ですし。私はもう少しエルから話を聞いておくから、みんなは先に帰ってて。わかりました。それじゃあソフィー、行きましょう。うん。私もあんな風に泣いちゃった時、おばあちゃんずっと隣にいてくれたな。今は帰って休まないと。プラフタの魂を探さなきゃいけないんだから。おはようソフィー、ようやく起きたのね。あ、おはようラミゼルさん。来てたなら起こしてくれればよかったのに。昨日の今日で疲れてると思ったからゆっくり休んでもらいたくてね。もう大丈夫？あんなに泣いて謝られたら責められないよ。そんなことしたらプラフタが起きた時に私が怒られちゃいそうだし。そっか、
ソフィーはいい子ね。うん、優しい子の方が正しいかも。ソフィーも起きたことですし、エルヴィーラのところへ行きませんか？魂を探すためにはどうすればいいか具体的に話し合わなければいけませんし。そうね、それじゃ行きましょう。行けますね、ソフィー。うん、大丈夫、行こう。はい、新しい道具作れるようになりましたよ。